どうもいさかです僕の過去のケツバットの動画かなでもちらっと登場したんですけども僕はあの床に直に布団を置いてたら見事にカビさしてしまってですねわあー眠れぬ夜が続いてたんですけども先日ね僕の友人がベッドを譲ってくれることになりまして見事ね僕にも人間的な生活が戻ってきたなっていうところなんですけどもそのベッドが来てベッドのスペースを確保するために片付けている過程で もうちょっと前にね、僕がやってた、まあ、くそしょうもないですけどね、クソしょうもないですけど、あのコレクションをちょっと見つけたので、皆様にご紹介して、今日の動画にね、したいと思います。それがこちら。はい、それがこの貯金箱の中に入ってます。ね、結構見た感じおしゃれですよね。京都ってね、いざぎいですよね。京都これ、ほんとなんか南京城みたいなのなってて、専用のちっちゃい鍵で。 開ける仕様になってますはい、この中に僕のコレクションが入ってるわけなんですけど。はい、開けました。はい。ね、これ、あれですよ。ただ一円玉を貯金してるわけじゃないんですよ。この紙に答えがあります。はい。見てください。これは、 一円玉を年代ごとに集めてます。ね。このように、昭和50年代と平成一桁台はもうコンプリートしてますね。うん。そして、この中に、一つだけ、10円玉があります。これは、シンプルにギザ銃